5月25日朝6時50分、今日のビジネスパークの東の空、なんだか暑いですよ。もう朝からこれから散歩に行ってきます。今日は水曜日の朝6時50分です。今日はね、アヤラセンターの北側に行こうと思います。すぐそばにこんなのがね、なってます。実が、実がなってますね。今日はこちらから回ってアヤラの方へ行って、片方の公園から餌あげ行きます。でもちょうどもう犬の散歩がいっぱい、犬が出たんで猫ちゃんがどっか逃げちゃってるかもしれませんけど、またこれ草がいっぱい生えてきちゃいましたね。またこれ草刈りの人が作業しなくちゃあんないですね。もう草がボーボー生えてきちゃいましたから、これは台風で倒れたまんまの見張り番台ですね。スズメがいました。スズメが隠れてる。ほら、ビュンビュン。このところ毎晩雨が降ってましたけど、夕べは降りませんでした。しばらくぶりに。まだねマスクしてるからね、暑いですよね。意外とね、バラン街の中とかはね、もう全マスクしてる人もいないんですよね。外に出る人が何人かしてるだけで、モール内では必ず鼻の上からマスクしないと注意されますけどね、モール内だけは。あとはね、意外ともうマスク外してる人多いですね最近。まだ犬ワンコウがいますね、いっぱい。これじゃ餌あげられないのか。近所の人がここにちょうど来るんですね、犬放し飼いで。しょうがないよ、猫がみんな逃げちゃう。もうアヤラまですぐ目の前なんですけど、ここまで歩いて4分でしたね。4分。今日は青空がこっちの方だけです。
ベンちゃん。ベン。ベンちゃんか。ベンちゃんがやっと来た。昨日まで田舎だ。ベンちゃんじゃないよ、これ。兄弟だ。ベンちゃん。あ、来た来た。本物のベンちゃんが来た。汚い格好で。ベンちゃん。ベンちゃん。怖がってるね、犬がいるから。ベンちゃん。はいはい、ベンちゃん。はいはい、食べよ。食べよ、ベンちゃん、ほら。ベンちゃん。はい。今日は、かためちゃんがいないね。いじめちゃんとベンちゃんの兄弟。かためちゃんがいないね。かためちゃん。誰これ、ビニール持ってきた人は。これビニールいらないのね。早くベンちゃん食べな、ベンちゃん。ベンちゃん。ベンちゃん。食べな、ほら。汚いね、これ。背中と足元が真っ黒け。車のオイルじゃないの、これ。ほら、背中、汚い、ほら。ベンちゃん。犬がいるからね、ダメなんだから、臆病で。ほら、食べないんだよ。犬が近くにいるとね、食べられない。ベン。さあ、ベンちゃん、食べな。ここに置いとこう。食べてるか、ベンちゃん。早く食べるよ。うじめも痩せちゃった、これ、ほら。痩せちゃった、ガリガリ。もうちょい巻いて、あっち。あっち。ワンコが近所に近くにいますからね。他の猫呼んできますね。他の猫。まだまだ。ベンちゃん、あっち行って。行け。早く、どけ。どいて。どいて。ベンちゃんが食べてんだから。どいて、ほら。ベンちゃんが食べて。ベンちゃんが食べてんだから。どいて、ほら。重いね、ほら。どいて。ベンちゃんが食べてるからね。ほら、どいて。うじめ。ほら。パンチくれてる。うじめちゃんがパンチくれてる。取れてるかな。さっきね、うじめがパンチくれて、他の猫ちゃんいませんね。どこ行っちゃったんだろう。
まあいいや、ベンちゃんが食べてるからね。昨日いなかったから、ベンちゃん。ベンベン、汚い、これ見て、背中とお腹とね、車の下に隠れてたんだね。やっと食べてる。ちょっと撮りますね。なんかうるさい、ね、犬がいいんじゃないの、これ犬が。ほら、いたよ、ほら。必ずね、猫がいるとね、犬が来るんだよね。マンコウが必ず猫のそばへ来るんだ。ベンちゃんとイチメちゃんだけだよ、これ。ほら、ワンコウまた向こうへ来てる様子を伺いに。兄弟はあそこに隠れちゃって、ベンちゃんがね、2日分3日分食べてますね。まだね、ここから離れたいんだけど、犬がいるからね、まだほら。犬がいるんですよ。飼い主がまだ家に帰んないから。最近ね、このコンドミアムから出てくるリチャードさんっていうのがね、最近会ってないんですよね。お水くれに来るんですけど、猫にね。よいしょ。まだ食べてる、ベンちゃん。ベンちゃん。よい。ベンちゃん。いっぱい置いてあるのにね、これ。他の猫どうしたんかな。他のにゃんこ。うん、なんかくわえたね、ベンちゃん。もう犬が帰ったみたいなんで、私も移動します。ここに何、これいるの。ふーい、おとなしいね、ベンちゃんの兄弟。体重はあるんだけどね、おとなしいんだよね。ほらほら、体重はあるんですけどね。ふーい、バイバイ、行くよ。もう、かためちゃんがやっと来た、ほら、かためちゃん。ここ、ここ、かため。かためちゃん、ここ。こっち、こっち、ここ。こっちだよ。ここ、ここ。はい、かため。そこじゃないよ。目が悪いんだよ。こっち。ほら、こっち。かためちゃん、こっち。はい。かためちゃんは何、餌が。お、また来た。犬がね、帰ったからね、猫が出てきたの。犬が帰ったからね、猫が出てきたの。ほら、
やっと揃ったよ。1匹、2匹、3匹、4匹、5匹。ほら、アタメちゃん。やっぱりね、犬がいるとね、来ないんですよね。犬が帰ったからね、出てきた。アタメ。ふぅ。隠れちゃう。アタメちゃん。ベンちゃんは？ベンちゃんどこ行くこれ？ん？なんだ、食べ終わったんかな。ほら、食べ終わったベンちゃん、あっち行っちゃった。他の猫は食べないね。餌の場所に来たけど食べないね。え、はたまちゃん、かたべ、みんみん。まだ犬が鳴いてるか。他のね、散歩、他の散歩犬が来たからね、またまた警戒しちゃった。何しろ犬が一匹でも来るとね、わかるんですよね、猫ちゃん。かためちゃん、食べな、かため。お、食べるね。やっと食べに来た、かためちゃん。ベンちゃんと、かためちゃんは臆病だから。お話ししてんの？これ、ふいひいひいひい。ベンちゃん、ベンちゃん。いいよ、これ。いい。ダメ、お話ししちゃ。ほら、またなんかお話ししてるよ、ほら。ベンちゃん、ゴーゴー、ゴーゴー。ベンちゃん、なんかお話ししてんだよ、これ。この子の兄弟でね、いつもなんかお話ししてんの。何をお話ししてるかな。こら、こら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 、ダメだよ、喧嘩しちゃ。ほら、ベンちゃん、なーにこれ、兄弟なの、ママなの、なーにこれ、お説教。ベンちゃんが泣いちゃったよね。ほら、なんか怒ってんだよね、こっちがね。ベンちゃん、ベンちゃん、なんかベンちゃんがちっちゃくなる、怒られたんだよこれ。ベンちゃん、兄弟かな。ベンちゃん、ベンちゃん、ちょちょ、ベンベン、ベンちゃん、なんかお腹ピクピクして、弱いんだから、ベンちゃんね。ベンちゃん、なーにこれ。おしまい、おしまいね、バイバイ。他のところ行きます。ベンちゃんがあっちの方行っちゃって、ちっちゃくなっちゃった。ベンコ、しょうがないなあ、猫の世界は分かりません。強いのと弱いのがいるから分かりません。